あ、さくらが言ってた焼く屋って、焼き屋のことか。略しすぎじゃね？今日の俺、IQ メキメキだぜ。IQ メキメキとか初めて聞いたけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はケース4、ヒーローショーの切り裂き魔。デパートにやってきたアホだ一行。しかしそこで事件は起こった。今回はなんかあれじゃない？タイトル的にはめっちゃ殺人事件っぽいけどどうなん？はい、ヒーローショーの切り裂き魔、向かいます。どうなんやろ。これが、レッドのスーツ。事件が起こるよ。ごそ。ごそごそ。ビリビリビリ。深海戦隊イカレンジャー。海を汚すポイ捨て野郎は俺たちが絶対に許さない。些細なゴミでもイカれるアウトローヒーロー、その名も深海戦隊イカレンジャー。これは海の平和とついでに陸も、ついでに陸もちゃんと守って、ナイスガイたちの絶対正義物語。というわけで俺たちはヒーローショーを見に来ている。急になんかチャチい感じになったな。田中デパートは俺様が征服する。待て、敵怪人。名前はないの？イカれた俺はもう誰にも止められねえ。来た、戦隊一のイカレ野郎。いくつになっても男はヒーローに痺れるものなのさ。戦隊一のイカレ野郎ってなんかめっちゃ危ない人みたいやん。なんでこんなことになったかというと、焼きイカ食べて当てよう、ヒーローショー。君だけのヒーローがやってくる。田中デパート主催のヒーローショーに見事俺が当選したからなんだ。お連れ様5名まで、めっちゃやん。燃えないゴミにはブレイクゲソブロー。バコグハー。客がいないのは決して人気がないからじゃない。文字通りこれは当選者のためのヒーローショー。当選者のみ。なるほどね。完全に俺たちの貸し切り状態なんだ。そんな状態でのヒーローショーってなんか演じ寄る方がめっちゃ嫌そう。燃えるゴミは炭にしてやる。しかも子供たち相手ならいいけどさ、当選者大人みたいな。必殺ダークフレームゲソードズシャグワー。一方的に敵がやられる感じが最高だよね。なんかちょっとめっちゃドSじゃね。やばー、イカレットになりたい。サクならきっとなれるわ。そんなわけでほぼ全員が熱狂的イカレンジャーファンだ。マジで？どういうサークル？お、実にくだらないって言いつつお面つけてんじゃねえよ。お前な、いい加減素直になれよ。っていうか俺、お前のこと誘ってないんだけど。誘ってないのにどうやって？お連れ様は5名まで。深夜は決まってくだらないって言うだろうし、誘わなかった。これをもちまして、第1部ヒーローショーを終了します。俺はこの後用事があるのだな、さらばだ。ほんと勝手なやつだな。こと。深夜、脅したわよ。返せ。俺まともに言えないのね。まあまあ、ショーも終わったことだし、休憩にしようか。迷子になられても困るし、この辺だけで頼むよ。休憩って何？何をしてての休憩なの？休憩を挟むこと1時間。第2部までまだ時間があるの。あ、第2部も見るってことか。すべて？第1部、第2部って内容一緒じゃないに違うん。別？遊具で遊び尽くした俺は時間を持て余していた。子供やん。何遊び尽くしよん。あ、そうだ。まだ時間もあるし、楽屋に行ったらレッドに会えるかも。いや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 、ヒーローショーの楽屋とか絶対行ったらいかん場所やんね。よし、楽屋に行ってみよう。ちょっと夢が壊れるよ。なんだ、誰もいないじゃん。うおぉ、イカレットの戦闘スーツじゃん。ごそごそ、ごそごそ。まあ、ちょっとくらい来てもバチは当たらないよな。ガチャ。よくそうなる気ようと思うね。絶対動き回っとるけん、汗びっしょりやと思うんやけど。まずい、レッドが戻ってきたか。君、ごめんなさい。君は何をやってるんだい？なんだ、鍵か。なんだじゃないのさ。後ろが破けてるんじゃないのかい？なんじゃこりゃー。ドタドタドタ。どうなされました、青田さん。うわー、背中が。この変態。違うよ、俺はちょっと試着しようとしてて。試着して破ったのかい？まあ、そうにしか思えんよね。俺なもんか。その格好で違うって言われてもな。あんたにはほとほと呆れたわ。確かにこの状況じゃ疑われても仕方ないけど、ま、ショーも終わったことだしさ、こっそり帰れば。おい君たち、僕は関係者以外立ち入り禁止だ。
さっさと出ろ。え、警備員なんてさっきまでいなかったのに。ほら全員出て行きなさい。あー、はい、すみませんでした。どうだどうだどうだ。え、じゃあ警備員は偽物？俺はスーツを脱ぎ捨て慌てて広場に戻った。はあはあ、アホだ。スーツが見つかるのは時間の問題だよ。だって間もなく第2部ヒーローショーが始まります。次もレッドはスーツを着るんだから。しょうがないだろ、そのまま着てもらうしか。いいの？第2部で深海変態イカレンジャーが誕生するわよ。深海変態。それではどなたが客か分かりません。クソ、どうすりゃいいんだ。さっさと謝ってくるのさ。誰が謝るかやってないんだぞ。俺より前に破ったやつが絶対にいるんだ。必ず犯人を見つけてレッドの前に突き出してやる。いや、私はもう深夜が犯人って思ったんやけど、どうだどうだこれ。騒ぎになる前にスーツを破った犯人を見つけないと。でも深夜もう帰ったんよね、それずるくない？捜査開始。犯人の手がかりをつかめ。手当たり次第に調べまくる。それが俺流と言いたいところだけど、楽屋は警備員がいるから入れないしな。まずはみんなに話を聞こうかな。皆さん、レッドさんが大好きですのに、どうしてあんなひどいことをされたのですか？俺じゃないよ、しずくちゃん。捜査して絶対証明してみせるし。しかし楽屋警備員さんがいらっしゃいますし、捜査は難しいのでは。そうそう、今まで警備員なんていなかったのにさ。私も事件が起こるまで警備員さんはお見かけしませんでしたよ。楽屋に入るためにはもっと情報がいるな。なんなんやろうね、あの警備員は。レッドのスーツ、あれいくらかしら。なんだ若葉、欲しいのかよ。あんた疑われてるのよ。私と話せていいわけ？わかってるけど、欲しいとかより多分弁償とかそういうことを考えたんじゃないかな。捜査しようにも楽屋に入れないしさ。まあ無理ね、今は警備員が見張ってるわ。くそー、今まで警備員なんていなかったのにさ。いたけど気づかなかったとかね。え、まあ私も警備員は見てないってことよ。また君か。楽屋は関係者以外立ち入り禁止だよ。そのほら、さっさと出なさい。調べれそうなものがあるのに、また楽屋から追い出されてしまった。まずはあの警備員を何とかしないと調べられないな。あるよね、デパートの屋上にこういうパンダの乗り物。アホだ、役屋どこ？役屋？何役屋って。ん？役屋ってなんだ？役屋行きたいんだけど、薬屋ってこと？わかったわかった。調べとくけど、今はあんまり調べ回れないんだよ。警備員が俺の邪魔してるんだ。今まで警備員なんていなかったのにさ。そうなんだ。私こういうの好きやったパンダの多分小さい頃に乗っとった写真とかあったよ。君、僕に話しかける前にやることがあるだろ。え、なんだよ。スーツを破いてごめんなさいと君は謝ることもできないのかい？だから俺じゃないってば。お前に訴えてもしょうがないし、捜査したいんだけど。チッチッチッ、楽屋は諦めるのさ。今は警備員が目を光らせてるじゃないかい。くそー、さっきまで警備員なんて見なかったのにな。さっきまでイカレンジャーショーをしていた舞台だ。海の部屋を守ったり、テレビに出たり、ショーもしたり。イカレットたちも大変だな。多分全部同じ人ではないと。パンダの乗り物だ。50円入れると人を乗せて動いてくれる。安っ。さっきまで乗り回していた。子供か。でもなんかテンション上がって乗りたくなる気持ちはわかるけどね。え、他に調べれるとこなくない？え、ないよね。もう調べれるとこ。あ、こっち側があるんか。あ、ほんとや、光おらんかった。ああ、頭が。かゆいのか？この事態に頭を悩ませてるんだよ。どうしてお前が悩むんだよ。お前が犯人か？違うよ。アホだの罪はサークルリーダーの僕の責任でもあるのかなって。だから俺じゃないって。悩むともっとハゲるぞ。もう考えない。それより楽屋に入る方法を考えてくれよ。だってまだ高校生やろ。高校生であのハゲ散らかし方はちょっとひどいって。今後どうなるん？ツルンツルンになるんじゃない？え、無理じゃないか。今は警備員がいるし。くそー、さっきまで警備員なんていなかったのにさ。ああ、僕も警備員なんて見なかったよ。それに警備員がちゃんと見張ってたならこの事件は起こらなかったと思うしね。
ストーリーが進行しました。事件が起こる前まで誰も警備員を見ていない。これちょっと重要よね。美味しそう。焼きイカの看板だ。屋台ながら醤油が香ばしい。けど俺は飽きるほど食べた。そうなんや。どうもここの焼きイカは何かスペシャルらしいけど、俺が今まで食ってきた焼きイカと特に違いはないような気がする。まあそういう歌い文句みたいなのってみんな使うけんね。お、舞台じゃない、屋台が調べれるように。あ、さくらが言ってた焼く屋って焼きイカ屋のことか。略しすぎじゃね。今日の俺 IQ メキメキだぜ。 IQ メキメキとか初めて聞いたけど。お客さん、焼きイカ買うのかい。あ、いや俺はまだ準備中だよ。後でまた来な。パチン。おばちゃんにウインクされた。ウインクの音がいい。ストーリーが進行しました。焼く屋の場所が分かった。じゃあこれを知らせます。さくら、焼く屋はあっちだぞ。あ、ほら、ありがとう。そんなに焼きイカ食べたかったのか。で、人助けしてる場合じゃない。操作しないと。こうなったら警備員をどかすしかないけど、でも赤木の時みたいにうまくいくかな。ストーリーが進行しました。警備員が邪魔。そういうちょこちょこっとした進行。てかさっきから分かっとることやけどね。お、しずくちゃんに変わった。アホダさん、私なりに楽屋に入れる方法を考えたのです。しずくちゃん。警備員さんに心からお願いしてみるのです。お優しい警備員さんなら通してくれるかもしれません。優しいと書いてバカだな。しずくちゃんならいけるかもしれん。男はちょっと無理かな。赤木、学校に入る方法を相談したいんだけど。はん？犯人の君にどうして協力しなくちゃならないんだい？知ってるか、赤木。ナンバーワンホストの絶対条件は広い心なんだ。さあ、海より広い心の毒に何でも聞くでいいのさ。アルバイトでしょ？ナンバーワンは無理だよ、きっと。警備員が邪魔なんだ。どうにかならないか？警備員として人間さ。切ないラブソングを聞けば、思わず恋人の元へ駆けつけていってしまうさ。警備員に恋人がいなかったらダメじゃんか。まあね、ヒリアの可能性はある。ダメでもともとだろう。やってみるといいのさ。確かに何もしないよりはずっといいか。ストーリーが進行しました。警備員にラブソングを届けるには。警備員にラブソングを届ける、なんだそれ。どういう状態だ。さっきからうろうろしてるけど、楽屋に入る方法は思いつかないんでしょ。バカにするな。一応警備員を嫌がらせして追い出す方法とか考えてて、そんな手に引っかかるバカがいると思う？そう、引っかかったのはバカの赤木だけ。今回は普通の人を騙さなくちゃいけないんだよな。ま、不審者でも現れない限り動かないでしょうね。不審者か。そんな都合よく現れるわけないよな。何これ、扉？そうか、アナウンスを使えば嫌でも俺のラブソングが届くな。俺のラブソング歌うの？まさかの CD かけるとかじゃなく。どうやら横の小屋が放送室っぽいけど、今は使われてないみたいだし、ちょっと借りよう。別の意味で警備員飛んできそうよね。キーン。エントリーナンバー1番、アホだ、歌います。曲はもちろんこれだ。切ないラブソング、切腹ラブソングって何、新しいね。ライライライセ、作詞作曲ラットロックス。何それ。全然前世みたいな。あんなに見つめ合ったのに。君の目覚めて、覚めてる。現世で俺が無理なら、ライライライス。めっちゃ切な。違う意味で切ないわ。現世で俺がもう拒絶されとるやん、やば。ドタ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 、そりゃ来るよね。I'm home, my honey. そういう？やった、警備員がいなくなって、これで現場に入れるな。切なくなって恋人のとこ行ったってこと？ないやろ。ストーリーが進行しました。楽屋解放。警備員もバカだった。バカだったね、確かに。若葉がなんかイラついてるぞ。本当にあの男失礼よね。ありがとうくらい覚えさせたら？友達なんでしょ？深夜か。そういえばさっき若葉が何か拾ってあげてたな。深夜のやつ何落としたんだ？限定味のフリンスコよ。何フリンスコって。元ネタもよくわからんねえけど。ああ、限定味のフリンスコとは、ヒーロー賞を来場者全員にプレゼントされた、臭い液が生き返るタブレットお菓子のことだ。フリスク？臭い液が生き返る、どういうこと？臭くなくなるってこと？臭
臭くなるってこと。どっちにも取れるやん。なんかあまりにしょぼいプレゼントですっかり忘れていた。深夜が落としたのはフリンスコだったのか。俺は深夜を招待してないのにプレゼントまでもらうなんて、なんて厚かましいやつなんだ。でも人数分足りとったんそれ誰か足りんかった人おるんやねん。警備員さんいなくなりましたね。俺にかかればこんなもんや。頼もしいです。この調子で犯人も捕まるといいですね。この調子でしずくちゃんも俺に捕まっちゃったりして。それはない君、僕に感謝するべきじゃないのかい。まあ、確かにね。ムカつくけど本当に警備員を追い出しちゃったしな。一応感謝しとくよ。それから？え？まさか感謝の言葉だけかい？差し入れ一つできないなんて君モテないよ。こいつ調子に乗りやがって。持ってきたならまたいい情報くれてやってもいいのさ。いい情報本当にあるのか。警備員いなくなったことだし今後私立捜査しないとまずいと思うよ。分かってるよ。こんなんじゃ犯人扱いなんてごめんだけど、いまいち手がかりがつかめないんだよな。僕も現場を覗いてみたんだけど、喉が渇いてあんまり集中できなかったよ。ジュース買えばいいじゃん。自販機あったぞ。誰かさんに行きの交通費貸しちゃったからね。ぐっ、マジで。俺はヒーロー賞を当てるため、焼きイカに全財産をはたいてしまった。そんなにヒーロー賞見たかった。マジか、本当に大ファンやね。分かったよ。なんか飲み物持ってくるよ。え、でも、それで、もうジュースを買うお金もないってことは帰れんくね。ストーリーが進行しました。いろいろパシられた。それはしょうがないよ。お、どうした若葉。さくらやった。あ、おかえりさくら。焼きイカ美味しかったか？食べてないけど。え、じゃあなんで焼きイカ屋に行ったんだ？え、焼きイカ屋行くとかって言ってないし。まさか、焼く屋って焼きイカ屋じゃないのか？焼く屋には行ったよ。今の発言重要なんじゃないのか？まあ、確かに重要やと思う、多分。今の発言覚えたからな。何焼く屋って、薬屋さんじゃないん。要はだから違う。お、そろそろ急いだろ。スタッフが気づくのも時間の問題よ。そんなの分かってるよ。何でもいいんだ、気になったこと教えてくれよ。現場も覗いてみたけど特に気にならなかったわ。そっか。でもヒーローショーを見て私は気づいてしまった。何？テレビで見るよりレッドの背が低いことに。え、そうかな。まさか。どうしたんだ。あんたは知らない方が幸せよ。いいから教えてくれよ。イカレッド、彼は変身の副作用で身長が縮むのよ。今の発言重要なんじゃないのか。え、重要？重要じゃないと思うけど。え、テレビで見るより小さかった。変身の副作用で身長が縮む、もしかしたら重要かもしれん。今の発言覚えたからな。違う人が入っとった可能性があるってことよね。要はそれにしてもしずくちゃんが来てくれるとは思わなかったな。どうしてそう思いに。しずくちゃんは女の子らしい女の子だし、ヒーローショーに誘っても興味ないかと思ったんだ。そんな、誘ってくださってありがとうございます。まさか全品セール中だったなんて心が躍ります。何全品セール中って、めっちゃ気になるんやけど。なんかどっちも重要な気が、どれも重要な気がするんよね。どうなんやろ。とりあえずこれ忘れる？ 1,2,3 ポカン。お前が言ったことを覚えたからな。全品セール中、何がセール中なんやろ。現場の楽屋周辺だ。スタッフがいない隙に調べておいた方がいいな。これはアイテム発見。あんま読めないけど警備員の出勤表だ。警備員がいなかった理由は気になるし、念のために引っぺがしておっか。出勤表、今日の出勤表、字が汚すぎる。それはちょっとそっとしておいてあげて。そうだ、これ限定味のフリスコじゃん。お、やっぱり私の最初のイカしたスルメ味。フリスクスルメ味、マジでそんなのあるの？スタッフでももらえず、来場者の俺たちしかもらえないのに、なんでここにあるんだ。それに中身の色が変だぞ。マジで臭い息が生き返る限定スルメ味。これはやっぱり臭くなるっていう方かな。
飲みかけのペットボトルだ。これを光に持っていこう。悪いな、俺がジュースをおごるのは女子だけだ。飲みかけとか絶対もらいたくない。ペットボトルあんまり拾いたくなかった。だって多分おじさんの飲みかけじゃないこれ。これはオラジナールとメガネケース。めっちゃ落としていくやん。ってことはこの近くに深夜がいるのか。深夜のメガネ入れ、地の薬、オラジナールが入ってる。お大事に。普通の自動販売機だ。屋上のここにしか自動販売機がない。ゲゲ、ここにもあるのか。草屋スパークリング。結構広い。何度見てもかっこいいイカレットのスーツ。もうこれ入ってきた途端にわかるやんね。ファスナーが全開なんだと思った俺は何の疑問も抱かず来てしまった。ん？なんか背中はカピカピしてないか？パシャ。ああ、本当なら破ける前の写真が撮れたのに。一応持っていこうかな。現場の斜面、誰かに破かれた憧れのスーツだったのに。こんなところに赤城メダル。もうこれぐらいかな。お、ヒカルが話せる。飲み物持ってきたぞヒカル。あ、そうかそうか。悪いねアホだ。アリが、ん？早く気づいたこと教えてくれよ。アホだ、僕も現場を覗いたって言ったよね。それ落ちてたペットボトルだろ。気づかれた。そんなアホだにはとっておき教えてあげるよ。優しい人は怒らせない方がいい。今の発言重要なんじゃないのか。大丈夫やと思う。まあいいや。これぐらいかな。後で来てって言ったよね。う、この香りは。軽く200は食べた焼きイカの香り。待ってたよ、スペシャル焼きイカ買うかい。それとここは焼きイカ屋なのにイカとは別にご飯の香りがするな。ほら持ってきな。いやおばちゃん、俺金なくって。そんなのはいいんだよ。え、ほんと？ありがとうおばちゃん。受け取ったね。なんだこのおばちゃんの笑み。やっぱり返すよ、焼きイカ食べ飽きてるし。うっちゃおばちゃんの唇の感触は焼きイカに似ていた。どういうこと？焼きイカ、大切なものと引き換えに手に入れた。今は食べたくないやばい。献上品はどこだい？あ、これを渡すの。差し入れだろ。焼きイカならあるけど。は？君、気が利かないし、やっぱり犯人じゃないのかい？どういう理屈だよ。ほら、いい情報教えろ。そんなもの教えるわけないだろ。僕はそのスペシャル焼きイカとやらもう食べたのさ。そうか、この焼きイカスペシャルなんだっけ。どこがスペシャルなのか全然わかんないけど少し気になるな。いつまでそれ持って伝ってるんだい。しっし、僕はスペシャル焼きイカもう食べたのさ。さっきまで店開いてなかったよね。重要？ああ、わからん。もう全くわからん。なんか今回無駄に難しい気がする。どうなんよ。他に新しい情報はないんすか？ないな。なんか今、赤城コインがあったかと思ったけど全然違った。特にもう何もない感じかな。特に何もないね。ってことはもうこれで終わりってことよね。情報、とりあえずこれをズームしますと、CD ショップ、ランジェリーショップ、あ、別にここ、あ、そっか、これデパートみたいな、なんか、そういういろんな店が入ってるとこってことか。そっかそっか。CD ショップ、ランジェリーショップ、ATM コーナー、スポーツ用品売り場、駐車場、楽屋前。ん？え？何これ何これ何これ。アウトドア用品売り場。え、その前のさ、え？これ？え？
れ深夜って書いてない？え、書いてるよね。深夜警備員？マジで？え、しかもこの相川って人は深夜の監視って書いてないけど、マジで？え、深夜が犯人やろうなとは思っとったけど最初から。え、警備員なの？マジか。え、ちょっと待って、情報ちょっと待って、証言。役屋に、楽屋？楽屋に行ったってことか。あ、なるほど、薬屋じゃない、楽屋か。まさか全品セール中だったなんて心が躍ります。あー、ちょっと待って、全くわからない。で、スペシャル焼き肉はもう食べた。優しい人は怒らせたら怖い。身長が縮んで、身長が縮んでた、やっぱり重要な気がしてきたぞ重要な気がしてき、え、でもさくらが言ったってことは、さくらが犯人の可能性はないかないか。ちょ、待って、これはやっぱ関係あるんかな。変身の副作用で身長が縮む、重要なような気も。全品セール中は関係ないんかな。ちょっとこれ忘れとこうか。で、これで、全品セール中、何が全品セール中か全く分からんけど、まあ、とりあえずじゃあ捜査終了しますか。証拠も揃ってきたし、みんなを集めるか。レッドに代わって俺が犯人を倒す。捜査を終了して犯人を暴きましょう。暴こうじゃないか。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。